攻守方向入れ替わりまして、今度は佐藤健、失礼しました、大阪府警が画面向かって右から左に攻める格好になります。大阪府警相手陣10ヤードからフォースダウン3、フォーメーションを変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス27ヤード、キッカーは77番、これをどうでしょう。決まりました、フィールドゴール成功、3点獲得。まず大阪府警フィールドゴールで3点先制となりました。大阪府警シリーズ3点、佐藤建設スタンディングベアーズ0点。見事フィールドゴールを決めましたのは大阪府警77番の小田、大阪工業大学出身のプレイヤーがまず先制の得点を挙げました。双方とも序盤はパントの応酬という形になりましたが、その状況をまず先に打開したのは大阪府警、フィールドゴールによりましてまず先制の3点を挙げました。さあ今度は返す刀になります佐藤建設、どのような攻撃を見せるでしょうか。先ほど得点を挙げた大阪府警のキックオフで試合再開となります。さあ佐藤建設リターンに入ろうとしますがどうか、チープキック、若干短めのキックを蹴りましてリターンをさせない形にしました大阪府警。これにより佐藤建設自陣30ヤード付近からの攻撃と変わります。現在フィールド上のスコアボードに得点の誤りがありましたので、これの訂正が入りました。現在大阪府警が3点、佐藤建設スタンディングベアーズが0点となっています。試合再開です。佐藤建設自陣30ヤードからファーストダウン10、さあまずランプレーが出ます。何枠28番ハンドオフから右オフタックル付近を駆け上がりまして、すでに29番右オフタックル、タックルの外側を駆け上がりまして攻撃権更新です。佐藤建設ファースター、素晴らしいランをしました。佐藤建設29番は上野、龍谷大学出身、長年佐藤建設を引っ張ってきたエースランナーがここでまずチームのきっかけを作りました。さあ今度はパスプレーだ、しかしこのパス不成功。クォーターバック15番、ここでワイドレシーバー8番めがけてロングパス、しかしこれは大阪府警24番が見事にカバーしておりパス不成功に変えています。ターゲットでしたワイドレシーバーの8番は林田、先ほども見事なパスキャッチを決めたレシーバーです。しかしこれを封じたのは大阪府警の24番の藤井、京都産業大学出身のプレイヤーです。佐藤建設自陣45ヤードからセカンドダウン10、さあ今度はランが出ます、ナイスラン、なぎまく47番ハンドオフから中央突破しまして攻撃権更新です。佐藤建設ファースター、なぎまく47番は古川、県立広島大学出身のプレイヤーです。現在休部中でありますが中四国学生アメリカンフットボール協のチームです。佐藤建設相手陣42ヤードからファーストダウン10、さあさらにランプレーを重ねます。再びハンドオフからランニングバック47番中央に突っ込みまして見事なステップワークで約8ヤードのゲインを獲得、7ヤードのゲインを獲得しています。古川ここへ来てランプレーが好調になってまいりました。佐藤建設セカンドダウン3、
ボールオン相手陣35ヤード。さあ再びランプレーですが、これは大阪府警がナイスディフェンス。ランニングバックにハンドオフし中央突破を図りましたが、これを大阪府警57番21番が殺到しまして、このランプレーノーゲインに変えています。大阪府警21番は永田、桃山学院大学出身、57番は西村、江南大学出身。大阪府警サードラン、失礼しました、佐藤建設サードラン3、攻撃権更新なるでしょうか。この3ヤードの攻防に注目しましょう。大阪系ナイスディフェンス。ここで中央へのランプレーを佐藤建設は選択しましたが、キャリア3番、その中央への突破に入る前に大阪府警52番がチャージしまして、このランプレー1ヤードロスに変えました。素晴らしい反応をしました。大阪府警の52番は中上、京都産業大学出身のチームキャプテンです。佐藤建設フォースダウン4、フォーメーションを変えパントフォーメーションとします。変なやった、変なってる。パンター19番が蹴りました。パント果たしてどうなるでしょうか。大阪府警はリターンをしません。フェアキャッチ、ボールを確保するだけにとどめ、自陣10ヤードからの攻撃としました。攻守変わりまして、今度は大阪府警の攻撃となります。ボールオン自陣10ヤードから大阪府警ファーストダウン10。大阪府警ランプレーから入りました。ランニングバックにトスをしまして、右オープンへのスリープレー、相手ディフェンスを吐き取るように右オープンを疾走しましたが、このディフェンス佐藤建設対応しまして、むしろ1ヤードロスに変えています。大阪府警自陣9ヤードからセカンドダウン11。パス不成功。クォーターバック8番、ここでワイドレシーバー1番にパスを投じましたが、このパスディフェンスカバーしパス不成功となっています。ダウン進んでサードダウンに変わります。ここでレフェリータイムアウトが入ります。現在スコアボードクロック表示にトラブルが発生しておりますので、レフェリータイムアウトが入っています。現在時計表示に誤りがありましたので、こちらも訂正させていただきます。大阪府警サードダウン11。さあ前が空いているが、さらに行く、ナイスファーストー。ここで大阪府警オプションプレーを選択。ランニング枠にピッチしまして、受けました17番、カットバックを切って、そこから右方向にリバースする形で展開。相手の裏を突くように大きなゲインに変えました。大阪府警ファースター。大阪府警自陣40ヤードの位置からのファーストダウン10に入ります。
ここで大阪府警はダイブフェイクオプションダイブを見せ玉としまして自らキープするかあるいはランニング枠に投げ渡すオプションプレーを選択しました。これが決まりましてクォーターバック8番5ヤードの獲得です。クォーターバック8番は菅野、阪南大学出身。大阪府警相手陣45ヤードからセカンドダウン5。今度はフルバックに託します。中央にダイブプレーで突っ込ませまして約3ヤードゲインとしています。ランニングバック22番素晴らしい突進でした。大阪府警サードダウン2ボールオン自陣48ヤード。さあ再びフルバックのダイブプレー、はい、ランでランでファーストダウン。ギリギリのところ体を伸ばしまして大阪府警ファーストダウンです。攻撃権更新。ランニングバック22番素晴らしいプレーでした。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っています。試合再開となります。大阪府警ハーフウェイからファーストダウン点で試合再開です。佐藤建設ナイスディフェンス。ここで大阪府警はヒッチパス、ワイドレシーバーに横へ投げ捨てるように横に展開するパスプレーでした。これを取りました87番キャッチしまして、そこからキャッチアンドランを図らせましたが、佐藤建設28番が素晴らしい対応してロストしています。しかしここでイエローフラグ反則が発生しています。ここでオフェンスにパスインターフェアの反則がありました。パスインターフェアは前パスが浮いている間に相手選手に接触して妨害する行為です。これはオフェンスディフェンスともにその反則の発生の可能性があり、今回はオフェンス側がそれを犯しました。これにより15ヤードの罰退を受けます。従いまして大阪府警15ヤード下がりましてセカンドダウンやり直しという形になりました。大阪府警セカンドダウン27の状況で試合再開です。インターセプト、ターンオーバー。ここで大阪府警はロングパスを閉じました。一気に攻撃権更新を図らんとロングパスでこの状況を打開を図りましたが、これを取りましたが佐藤建設の5番インターセプトにより攻撃権奪取です。攻守交代ターンオーバー。見事インターセプトしましたのは佐藤建設スタンディングベアーズの5番有本、大阪体育大学出身のプレイヤーです。
これにより攻撃権は佐藤建設に変わります。佐藤建設自陣30ヤードからファーストダウン10、ここでホイッスル。大阪府警ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。ここでパスインターセプトをしましてされまして、攻撃権を奪われた大阪府警、ディフェンスの状況を再確認のためここで一旦タイムアウトを取りました。さあ試合再開です。佐藤建設自陣30ヤードからファーストダウン10、前半残り時間は2分17秒。さあこちらもロングパスが、このパス不成功。クォーターバック15番プレイアクションからワイドレシーバー19番にロングパスを投じました。しかしこれは大阪府警もディフェンスカバーしておりパス不成功に終わらせています。ダウン1つ変わりまして佐藤建設セカンドダウンに変わります。佐藤建設自陣30ヤードからセカンドダウン10。QB サーク。ここで佐藤建設再びプレイアクションのパスを投じようとしました。しかしこれを読みまして大阪府警ディフェンスラインが殺到しまして QB サーク、パスを投じる前に倒しました。これにより約6ヤード逆にロスを奪っています。じゃあ逆やタイムアウト。佐藤建設サードダウン16の状況に挑みます。ボールオン自陣24ヤード。ここで佐藤建設が前半1回目のタイムアウトを取ります。現在スコアボードの表示に誤りがありますが、双方ともに前半1回ずつタイムアウトを使った状況になっています。ともにタイムアウトは前半残り2回という形になっています。さあ試合再開です。佐藤建設自陣24ヤードからサードダウン16。さあここで佐藤建設はスクリーンパスを展開しようとしました。スクリーンパスは手前にいるレシーバーにブロッカーをつけて走らせるというプレーですが、ランニングバック29番キャッチはできましたが、この時にタックルを受けましてバランスを崩しゲイン6ヤードにとどまっています。結果佐藤建設フォースダウン10の状況に変わります。ここでホイッスル。佐藤建設ここで前半2回目のタイムアウトを使います。前半2
ダウンインジケーターにこれ画面表示を誤りがありました。先ほどのパスプレーノーゲインでした。従いましてフォースダウン15の状況になっています。試合再開です。佐藤建設フォースダウン15、パントフォーメーションを取ります。このパントは大阪府警陣43ヤード付近でアウトオブバーンズ、この位置での攻守交代となります。前半残り時間14秒で大阪府警攻撃権を得ました。さあ残り14秒でどのようなプレーを選択するでしょうか。大阪府警自陣43ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック8番プレーアクションから左ロールアウトしてワイドレシーバー83番にパスを投じましたが、これはディフェンスカバー厚くパス不成功となっています。ダウン1つ失いセカンドダウンに変わります。大阪府警セカンドダウン10、ボールオン自陣43ヤード、前半残り時間5秒。反則出てます。もうワンプレーあるかも。さあここでクォーターバックはパスを投げ捨てる格好にしましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフサイドっぽいね。オフサイドかイリガルフォーメーションか。ディフェンスやったらもうワンプレーあります。先ほどのプレー交代違反、フィールド内12人いるという反則がありましたが、しかしこの反則を双方取りません。プレーを成立させてここで試合時間なくな前半の時間がなくなった格好にしました。前半終了となったことになります。これにより前半戦終了です。前半終了となりまして、佐藤建設スタンディングベアーズ0点、大阪府警シールズ3点で、大阪府警3点リードという状態で前半戦終了になりました。